直です。今日は、京都北山鴨川沿い中良木の道に来ています。あちら国立植物園のすぐ隣なんですけどね、ちょうど桜が満開になってまして、この桜のトンネルの中を歩いてみようと思います。
He promised we would find the time. Dreaming for eternity, creating perfect memories. Yeah, we hope.